渡辺翔太主演のドラマ、先生さようなら、毎週月曜夜0時59分から1時29分、日本テレビほか、TVer、Hulu にて配信、の第7話が3月4日に放送。第7話では、再会した大学生、佐村、渡辺、と由美子、北かな、が両思いに、惹かれ合うようにキスをする美しい姿が書かれた。X、旧 Twitter では、田村の思いが伝わった瞬間が大きな話題となり、シャープ先生さようならがトレンド入りを果たした。以下、ネタバレを含みます。明るくも切ない学園ラブストーリー本作はスノーマンの渡辺が連続ドラマ単独初主演を務める明るくも切ない学園ラブストーリー。目標もなく曖昧な高校生活を送る弥生、林めあり、は、生徒から人気の美術教師、田村に誘われ、美術部に入る。次第に田村に恋心を抱く弥生だったが、ある時、田村のスケッチブックに無数に描かれた女性の絵を見つける。それは高校時代の田村が恋していた教師、由美子だった。由美子を諦めきれない伝友、第7話を振り返る。校外学習が始まり、先生である田村と生徒である弥生の距離感が気に入らないレーナ、川床明日香は、城島さんって田村っちのことが好きでしょ、とクラスのみんなの前で弥生に詰め寄る。白石、中村玲也は、自分が弥生と付き合っているとクラスメートに宣言し、さらには田村に対し、先生って、俺のライバル、と牽制する。大学時代、田村は由美子と再会するが、由美子の右手の薬指に指輪を見つけてしまう。もう新しい恋人と新しい人生を過ごしているのだと、自分を納得させようとするが、ライバルがいようとも、どうしても由美子を諦めきれない過去があった。伝友は由美子を思い続ける伝友は由美子と再会したことを児玉、菅健太に報告していた。児玉は驚きながらも、由美子と再会したことへの感想を尋ねてくる。伝友は迷うことなく、綺麗だったよと明かす。さらに、垢抜けて前に進んでいる感じだったと付け加える。由美子が自分のことを忘れていることが寂しいという口ぶりだった。そんな伝友に児玉は由美子と再会してどうしたかったのかと問う。すると、伝友は教師と生徒ではなくなったことでどうにかならないかなと考えていたと告白。その一方で、教師と生徒という関係で出会っているため、無理かもしれないという思いも抱えていたと素直に述べる。そんな伝友に、児玉は何も言わない、もしかしたら言えなかったのかもしれない。伝友もそれを感じ取ったのか、児玉に何でも話してしまうことに対し、マジキモいわ、と漏らしていた。この、キモいは、由美子を諦めきれない自分にも言っていたのだろう。児玉が、そんなことないんじゃない、と言ったように、田村の背中をそっと押してあげたくなった人もいただろう。